そうそう、いやいや、ほんとに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 、皆さんありがとうございました。ありがとうございます。先生してます。はい、キリンキリン、はい、強すぎる人はいると喧嘩自慢が出れなくなっちゃうから。いやいやいや、ないですよ。三鳥さんのコンセプトは喧嘩自慢も見ればお笑いもいるし、プロの勝ち方もいるっていう、そういうコンセプトの元の大会なんで、普通1ラウンドで取ってたから攻めなくてもよかったね。でも、でも、そのシュートぐらいとか全然行けたのに、体力もないだろうから、もう伸ばすのバケてしてるみたいな。なんていうんですか、ブレイキングダウンっていう場をあえて選んだのに、そこで、まあ、安牌を取って下がってても絶対いい評価を得られないっていうか、僕自身そんな勝ち方しかかっこよくないと思うので、やっぱりそこ最終的に絶対倒していきたかったんですけど、できてよかったです。エンターテインメントとしての落としどころと強いを両方やっていくと、他の人が本当にだから、ね、自分で小出しにした方がいい。ありがとうございます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 。今後なんかブレイキングダウン期待してることとか、なんか、まあ、僕のこのパフォーマンスを見て、今まで指を加えて出たいなと思ってて、でも賛否両論の怖いが出ながらプロ選手が今から入ってくるんじゃないですか。押せんなよ。ありがとうございます。ありがとうございます。